さあ、今回のディープロックギャラクティックサバイバーは、最低のレア度だけを引いてね、戦っていこうと思いまして、まあ、これ何でやろうかなと、まあ、バイオマスタリーは無理なんじゃないかなと思いまして、武器マスタリーならいけるんじゃないかなと。じゃあまずよ、ね、予行演習的に。で、まあ、これですかね。ディープコアでいけるかな。もちろん5です。これ使っちゃうと楽な気するんだよね、偵察兵。もうクラッシュでいきましょうか。まあ、強みはないというところで。さあ、一番レア度の低いものを引いていく。つまりですね、これです。これで思ったよりいける感じなら、ちょっと先を考えたいですけど。どうなるのかだよね。で、一応アーティファクトに関してもレア度があるので、そこも従っていこうと。だいつも取ってるのはナイトラの漬物とかは取れないというところですね。ああ、そう、こっちか。これさっき合ってたよね。大丈夫だよね。で、高レア度縛りの方ではですね、しっかりと。もう圧倒的な結果残したんで、高レア度というか、なんかアーティファクトで作ることになりましたけどね。これ一番レア度低いのが何かっていうのも大事だよね。クリティカル率とか出続けたらマジ死ぬと思うんですけど。さあ、これどういけるでしょうか。武器マスタリーが一番ね、短くて、まあ、可能性があるんじゃないかなと。あと逆に言うとですね、武器が進化しなくて悲惨な状況で突っ込んでいく可能性があるので、それがリスクであります。せめて武器進化すりゃいけんじゃないのと。で、ショッピングの方ではもちろん一番低いものを引いていこうと思うので。で、ここにレア度はないですから。電撃かな。 HP 高い敵狙われてもなっていうところで。ステータス効果ダメージが出てしまうんですが、あれって最低でアンコモンだと思うんで、そんなに影響しないかな。アンコムが一番下ってパターンは多分今回なかなかないと思うんでね。倒せないことはないけど、これさ。銃の体力一番きついよ、これ。何にもならないもんな。はあ、終わったかな。終わった気がするな。何も上がっていかない。倒せる気がしないな。9レベル。次来たら多分出てくれるんで。たださ、しまった。ハネムシの方がいいのよ。
爆発でしかないか。ああ、何じゃなかったな。電気といえば。あいつを殺すには方法はないか。方法はないな。当てたとて倒せると思えない。全然減らない。さあここ。知らないか全然。あ、そこ取ってなかった。これ貫通ですよ、もちろん。リロー与えるかな。よし、これは貫通ダメージ。これこの武器は化けるんだけど、化けたとてか。撃っても撃っても、いや死ぬ死ぬな、これ死ぬ死ぬ死ぬ。ここはまだ耐えれると思う。ここかな問題は。やばい、すめ。これ倒さないと、もう一段階があったら死ぬ。すぐ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 死ぬ。全然上がってる気しない武器が。あばばばばばば。ゴールした。ゴールしたぞ。一番引けないこれだ。よし、一番引けないこれだだね。移動も取っとくか。取っとくか。Surely next time will be better. Just what I needed. What else we got? I'm a better dwarf than yesterday. よし、これで行ったんじゃない。これ行ったでしょ。行きましょうか。ここだね。よし。さあ、このレア度高い低いの縛りの時に問題が前あった時はあれなんですよ。武器が多いことによって上げらんないっていう現象が一番つらかったので、まあ、これはいけるわなと。まあ、まだ分かんないですけどね。一面をまだ突破しただけですから。ただ一番いいとか取ったオーバークロック、オーバークロックだけで勝つみたいなもんですよ。俺も武器見ますか。ダメージ171、貫通は、まあ、貫通は高いです。連射もうこれ連射も上がってますと。ダメージがこんだけ上がって171しかないっていうのは絶望的ですけど。なんとかしてくれ。倒せはしないか。この武器なんてここまで来たら基本超強いんだけどな。お前を殺す。待て。これ一番低いやつ。ゴールドかな。移動だね。ちょっと間違えてそうだな。
今回赤取ることはない、赤が全部並ぶっていう超奇跡の状況が起きるので、ミラが取れないんで赤なしです。ダメージが低い恐ろしいほどダメージが低い。シェルバックいるな、シェルバック。ホルン行きましょう。あまりにも遅い。シェルバックはちょっとうまく距離感を保って。ここまで行くんじゃ。よし。これです。いやこれこれだけ取って、レベルアップ意味ねえわ。もう俺も何も上がんないもん何も上がってると思えないな。バカする。お、ナイス。これもらえるよね、もちろん。まあ、おお、ナイス。オッケー。お、これ選び放題。ダメージ197。恐ろしいね、これね。ラウンド1でもここまで行くかもしれない、頑張れば。リロード 1.35。 多少マシになりましたかね。あ、お、いいね。連射行こうかな。お、いやー、リロード行っとこうか。めっちゃ金持ってますけど、回復しとこうかな。いや、いらねー、取っとこう。もう回してもどうせどうせ白か緑だしなっていうところで、掘るモチベーションほぼないですね。まあここで終わりなんでね。長期的に見て何も上がると思えないもんね。言うてさっきさギミックで勝っただけなんで全然なんだよなもしかしたらね、エピックアーティファクトかぶりみたいな、紫かぶりみたいなことでいけるんではないかなと。アーティファクトに関しては運って関係ないのかな、どうなんだろう。そこちょっと気になってまして、まあ最低が青なわけですよね、アーティファクトで。青だよね、うん、で紫がクリティカルとかナイトランドスケモノとかなわけなんですけど、多分運を一切上げなければか、まあそれこそスキャナー青のやつが出やすいのかなみたいな気になるんですが、どうなんですかね。痛い。いやーそう、ホットセミ待ってる。これはいけるかツインズの方がやばいね、これ。
まだ普通のドレッドノートならいけると思うんだけど。追加して、追加して。ほっといて。一応掘るかい。でも何もないもんな。体力上げるやつも紫、いつ持てるやつはみんな紫なのよ。倒せないこのジュウちゃんが倒せない。電車かな。これしかない。おーっと、まあダメージ、ゴールドダメージだいぶ助かった気がする。ダメージ、ダメージ、電車。これダメージが277、だいぶ上がりました。さっき500ダメかな、クリティカルで700を狙ってます。いくらってもしょうがないと思わないと。やれー、よかったね、レアで拾って救世主。ツインズ終わった。こんなこいつらも倒せないのに。何がツインズよ撃てねえツインズのこと、そもそも。ボスが倒せないな。リアルにボスまで弾がいかないですね。まあ、いくのかもしれないけど、狙えないかな。ダメージ与えれないことはないけど、ただね。お、いける、ほら、見て。いけるっちゃいける。やばいよ。体力の高い熱気を狙うってやっとけば打てたと思うんで、そこに1枠割くしかなかったのか。体力高い時になったら多分雑魚狙わないから死ぬと思うんだけど、それはそれで。お前を狙うようにしないと。いけいけいけ。こいつはまだいるよ。問題はあの奥の方よ。この雑魚の倒し方でね、いけると思えないですよ。あいつ死なないのか。半分はいってないね。
ばいやばい、終わっちゃう終わっちゃう。攻めないといけない焦りと、そして強力になってしまったという絶望感。おナイス。でも終わった。道がない道がない、もう道がないよ。よし、まだゲームは続く。無理かな、強力は無理かな。もうあいつでも半分ぐらい行ってんだよ。あっと危ない。こっ、今経験だけでカバーしましょう。もうああかわしていく。もう無理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 、撃てないもの、そんなにあいつを一体倒したいな。一体倒せればもう勝ちとしましょう。もうちょい撃ってくれ。いやー無慈悲な、そんなことがあっていいのか。ここまでだ。いやまだだ、まだ道がある。いやない。倒せない倒せない、全然倒せる気がしないですね。あディープス1万2000いってるんですね、これでもね。まあ、多分2万いかないと倒せないよね。2万数千いくもんね、普通なら。37レベルであれですよ。まあこれ待っていいの、多分そんなあったかな。お金、ね、アーティファクト分ですかね。まあ一応上がりましたと、多少は。いろいろまあ、ある程度いいところまで行きましたと。でも足りないですね。やっぱ、上昇があまりにも低くて、手も足も出ないというか、ちょっと一応ね、一応言っときますか。こっちかな。ちょっと惚れなすぎてやばかったな。なんならいけるかな、考えようか。一番上がんなくてもなんかまともなやつ、尋問者かな。なんかこれが一番ね、アーティファクトに頼らないんですよ。アーティファクトのやつがしかも青だし、ただナイトの漬物とかそれほど頼んないから、まあ、いける可能性がまだあるのかなと。もちろんもう、これさ、白の効力ってないからさ、効力上がんないのか、白で 出られると。なるほどね。どういうやつ、いたのか。言わないといたら。でまあ、ちょっと大体案みたいな感じで一番低い数字をね取ったらどうかってのもあったんですけど、例えばそれならビーム数は増えるよねみたいな。いらないですね。うーん、こいつならね、こいつなら可能性を感じるんだよね。武器は引き直します。でレアの低いのを取るって言ってるんで、まあ、一応なんか回したらいいの出るんじゃないかみたいな、その可能性あるんですけど、まあこれでお金スキャナーで取って、悪い時回しまくって最低の色を例えば青まで回し続けようみたいなことをすれば多少良くなると思うんですけど、まあ、そうじゃないだろうと。でここシェルバック出るよな。クライオがあればだいぶマシで、まあ、どうせねお金の使い道なんかほぼないんで、なんかウェーブクッカーを引きたいと。止めるのは
まあ初期クライオで、うわー、まあ行っとくか、あげないと。止めるのはクライオ、仕留めるのはウェブクッカーというふうにすれば、これでもいけるんじゃないかなと。アーティファクトにも頼らず、多少はね、もちろん使いはしますが、ステータス効果ダメージと効力ですね。やばいやばい、おお、無限殺しに入るかと思った今一瞬。つけないと。ウェーブクッカーであればですね、つけれますし、まあ、前に最近やりましたドローン無双できたら、掘りながらでも与えられるものをつけていけばいけるんではないかと、そう期待しています、そう確信していますね。で、前に高音上げた時に高音上げると最低のレア度が上がっていたということがね、立証されていたので、大体赤も出やすくなったと思うんですけど、最低レア度上昇でなんとか戦っていけばいけるんじゃないかと。これ確定ですね、これね。こういうもう一個ここが、ね、紫色ならばと。欲しいまあ同じ1レベル4。おっ、ステータス効果ダメ、これ重要です。最低緑色であればあれが引けるということですね。今回はレベルがやばいな。まあいいか、別に関係ないわ。とりあえずこれだね。これはね、いやダメ、いやまず本数だね。安定感っていうものをもたらさない。あと本数はもう取れないですから、絶対に。普通なら20レベルいくんですけど、ちょっと無茶でしたね。お、これいいじゃないですか。経験値採掘かな。射程もいっておきましょう。お、いいな、もう続いてますよ。これかなり大きいね。効力、体力、もう一回いくか。いや、効力でいいわ。効力、よし、オッケーオッケー。可能性は少し感じています。一番こいつがムラがないキャラかもしれないと。ビームはもちろん使える、ドローンも使えた、爆弾も使えた。まあ、ステータス効果に限られますが、ただかなり武器選ばないので、で、まあ例えばビーム集めればビームのシナジーで射程伸ばすってことができますけど、ほぼ期待できないん で爆弾も無理だから、ドローンっていうのも手かもしれませんね。数がな、増えんよな。でおしゃれさんもないですからね。武器レベルを極端に上げることもできると。でこれでいけたらこのキャラ一生使うわあ、もう頻度はもともと多いですけど、まだでもいけないよな。いや、スキャナー出たら絶対取れるんで、レア度的にね。スキャナー待ってもいいなと思うんですけど、ボス殺せないよな、多分。リスクすぎるよね。まあまあ、ここはこなしていこう。スキャナー出たら、まあ、よりやりやすくなるかなと。特にゴールドスキャナーですね。そっちの方が必要で。
場所はしょうがない。オデーなのか、いや、これ回そう。ウェイブクか。これ今回のメインアタッカーです。さっきのディープコアに関してもオーバークロックだけでいけるんではないかなっていうちょっと甘い考えがあったんですが、ウェーブクッカーならもう大丈夫だと確信していますね。射程が欲しいけど、まあ出るんじゃないかなと。出よう。このマップの問題点としてはこのビームではね、なかなか突進を止めることはできない点ですね。敵は OK ね。レベル上げはちょっとまたあれかなしかな。ドローンならこいつら殺すことができるんで何とかなるんですけど、ライトラ。2ラウンドしてない、1ラウンド分しか上がってないんだけど、やばくないですか。ちょっとトリきたいけど、いや行かない。回復した方がいいよね。お、かっか、こっち。次は次。よし、行こう。いやー、効力だけは下げられないね。確率。ウェーブクかどこまでいけるか、でも何を引くべきか。こいつはね、確定でいいのが出るんですよね。まあいいのが出るというか、いいのが基本なんでね、色として。よし、これはまあ持続時間か 10% でまあ伸びた方が。クリティカルダメージ、これついけるかな。ちょっと住みたい。レッドシュガーよこっからで考えたらレッドシュガーでしょ。よし、ダメージ効力。
ウェーブクッカーがもっと適応ね、こなせるように。今48、これはオーバークロックでどうにかなるんで、攻力に関しては爆発的に上がりますから、そこだけでもだいぶ多少の効力は担保されます。ナイスが上手すぎる。来てるぞ。なんかドローンの方がやれそうだよな。ビームじゃないと思うんだよね。あんま稼ぎに追えないと思うんだよね。しかもどうしようか、違う選択肢も欲しいな。炎ドローンとかが一番いいかもしれないな。これ炎の方がシナジー、いやまあ関係ないわ、シナジーなんかほぼ出ないわ。強いな。欲しい武器の、まあ欲しくないパラメーターでも取れないのは違うもんね。まず安全圏確保できました。で減らないことはないんじゃないかなと思うんですけど、なんか経験値を取れれば、ウェーブクッカーが進化すれば、次はもうないな。ここまでか。ひどい。よし。ゴールしろ、ゴールしろ、ゴールしろ。倒せた、しっかりと倒せはした。あ、間違えた、間違えた。今ちょうど廊下にしてほしいですね普通に間違えた。今移動かな。お、これいいぞ。射程来ました。ちょっと取っときますかね。こうだね、うん。
ローテーション。なかなか出てないんだよな。あ、これでもでかい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 。射程と効果範囲がなさすぎてやばいんでね。あ、リロードも取りますか。ちょっと長すぎるな。おお、そこね。こうでいいか。いや、ステータス効果でいったらだいぶ出てるんだよね。さあ、一回間違えて取っちゃったな。あの連チャ何なんですか。生きてるんですか、これは。なこいつは何なんですか、一体。死んではいるのかな。壁を越えていく武器を2つゲットできたので、多少は安定感が増すかなと思うんですが、いかに燃やすのか。ウェーブクッカーが軌道に乗ればね、だいぶ楽になると思うんですけど、あんな 20% とかじゃないから 2% を引いていく。拾っちゃった。せめて武器上がってほしい。せめて武器に上がってほしいんだけど。さっきのの教訓は、まあ、確かに、ね、で倒せれば経験値は手に入りますけど、だいぶきつかったですね。まあ、その原因やめてほしいな。いるんかなって思っちゃう。いても分かんないしね。拾えないな、でも。潰すことはできそうですね。死んじゃう死んじゃう。
切るしかない。あそこでとどまる力があるだろうか。ああだめだ、いても分かんないっていうか、食らう、今食らってたのか。ここ安全かなって思ったんだけど、さあ一番いけそうかなと思ったこいつらは、まあ、効力ステータス効果が最低緑色っていうところで、まあ、ほぼ出ないと。